赤マインズはベトナムのソフトウェア開発企業である FPT ソフトウェアの開発、販売する IoT 人工知能データ分析のプラットフォーム。名称は AKA と WICD マインドの組み合わせ後、何でも柔軟に素早く吸収する赤ちゃんの知能のような人工知能を言う意味が込められているという赤マインズは FPT ジャパン株式会社の登録商標である オンプレミスやクラウド上にコンテナ環境を構築しオーケストレーション。その上に管理ポータルやアプリケーション、インフラ管理環境を持ち IoT、人工知能、データ分析を実行できるコンポーネントを持つ IoT デバイスの接続とそのデバイスからのデータの取り込みやデバイスのライフサイクル管理アナログメータの数値をデータに変換することによりアナログ機器で IoT 化を実現することなどの利用例が考えられる。ゲートウェイ管理では、エッジゲートウェイ管理、エッジゲートウェイ上のアプリケーションの管理することなどができる。欠落した AI 学習データの生成や、データラベリングなどの処理を拘束するデータ処理ツールや、チャットボットを構築することが可能。また、コーディングの必要なく、ディープラーニングモデルの作成、トレーニング、 テストの実施が可能となっている。これは昨今 AI プラットフォームを提供する企業の傾向であり、コーディングなしでの AI 導入を推進する流れに沿ったものである。FPT ソフトウェアは赤マインズを活用したデジタルプラットフォームを迅速かつ効率的に実装できるサービスを提供している。これらのサービスは次の5つである。トレーニング、アセスメント、 プラットフォームの選択、設計及びデジタルプラットフォームロードマップの策定デジタルサービスの開発、デジタルプラットフォームのカスタマイズと適合化、導入とテスト既存システムを新しいデジタルプラットフォームに統合新しいアプリケーションの開発や、既存アプリケーションを新しいデジタルプラットフォームへの移行デジタルプラットフォームの監視と運用、赤マインズをベースとし、 FPT ソフトウェアの各業界のスペシャリストが業界に特化したソリューションを提供している。FPT ソフトウェア社ニュース FPT ソフトウェアが2017年インテルビー展示会に赤マインズを出展2017年12月25日2018年2月4日閲覧ありがとうございます。